ダイアン・ウェイリャンは中華人民共和国、北京出身の小説家、推理作家。20代前半の頃よりアメリカ合衆国やイギリスで暮らし、執筆活動は英語で行っている。国籍は2008年の時点でアメリカ合衆国及びイギリス。著作はフランス語やドイツ語、スペイン語、スウェーデン語、日本語などに翻訳されている。百六十六年、北京生まれ。 大学を出た両親のもとに生まれたが、1970年、文化大革命の上野山下郷運動により、家族と共に強制的に中国南西部に移住させられ、2年ほど地方の農村で暮らした。1972年に北京に戻り、この地で教育を受ける。北京大学に入学し心理学を専攻したが、民主化を求める学生運動に参加し、 1989年の電安門事件の後アメリカ合衆国に移住。カーネギーメロン大学で経営学の博士号を取得し、アメリカのミネソタ大学で経営学を教えた。ドイツ人の経営コンサルタントと結婚し、1998年イギリスロンドンに移住。ロンドン大学のロイヤルホロウェイ校で経営学の教授を務めた。育児休暇でロンドン大学を休んでいた2003年。 天安門事件を中心に、老いたちや恋愛などについてまとめた、回想録、レイク・ウィズ・ロネーム、エイプル・ストーリー・オブ・ラブ・アンド・コンフリクト・イン・モダン、チャイナを出版。その後、北京を舞台にした、推理小説の執筆を進められ、レイモンド・チャンドラーやジョルジュ・シムノンなどの著作を読み、2007年、小説家としてのデビュー作、ヒスインの目を出版した。この作品は、 中国国家警察の公安部を辞めて北京で探偵事務所を開いている女性私立探偵の大梅が活躍するミステリーで翌年にはシリーズ2作目のペーパーバタフライを観光している2006年より大学を辞めて専業作家になっているイギリスで観光英語ありがとうございます